こんにちは、はじめしゃちょーです。はい、というわけで最後に出したのいつだっけな、もう結構前なんですけども、皆様お待たせいたしました、質問コーナーの募集動画でーす。はい、というわけで何やかにはいつも皆さん質問コーナーの質問、あれ、はい、皆さん、いつも質問コーナーの募集動画をに募集し、皆さんいつも質問コーナーの質問募集動画にコメントしてくださって本当にありがとうございます。いつも本当にすげえたくさんコメント来るんで全部見るのがすごい大変なんですけども、それでも僕はやっぱり正しいだった、本当にコメントたくさん見るのすごい大変なんですけども、それでも僕はその中でもいかに面白いコメント見つけるかどうかが大変、そうなんですよね。動画のコメント欄をいつも見て、その面白いコメントを見つめる、違った。いつもコメント欄のコメントを見て、面白いコメントを見つけるのがすごい大変なんですけども、皆さんの面白いコメント、あれなんて、皆さんの、コメントの、コメント欄の、皆さんのコメント欄に書いてくれるいつもコメントを見て、コメント欄のコメントを見て、面白いコメントを見つけるのがすごい大変なんですけども、いつも面白いコメントありがとうございます。コメントの募集期間なんですけども、今日が5月の5日ということで、5月の中旬、だいたい5月の15日半ばまでコメントの、コメントの募集をしようと思います。コメント欄に書くことは本当に何でもいいです。中には、質問コーナーと言いつつも、質問コーナーじゃないみたいなところがあるので、もう本当、質問でもいいですし、リクエストでもいいし、僕に言いたいことでもいいし、文句でもいいです。文句でもいいし、暴言はちょっと控えめでお願いします。もう何でもいいので、5月の15日の24時まで、皆さん好きなことをこの動画のコメント欄に書いていただけると僕はとてもありがたいと思っております。コメントタイムです。しばらく早口言葉でも言ってみようかなと思ってるんで、その間に皆さんにぜひコメントの方にコメントをよろしくお願いいたします。東京特許許可局。言えました。カエルピコピコ、ミピコピコ、合わせてピコピコ、ミピコピコ、ピコピコ。え？カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコミピョコピョコ、隣の客はよく駆け切る客が屏風が、あ、違えた坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた、カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコミピョコピョコ、はい、皆さん動画のコメント欄に質問リクエストなんかいろいろ書けることできましたでしょうか。5月の15日に締め切って、まあ大体多分出すのが、5月中に出せればいいなと思っております。嘘。5月の15日まで、皆さんのコメントお待ちしております。バイバイ！なんなんそれは。青巻紙赤髪、青巻紙赤髪の、き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